いいよな。私は別に特に被害ないんですけど、どうですか皆さんの方。そう、デコ出しです。今日は顔面世界遺産や、やばい、それやばい。でな、はい、ヤッホー皆さん。公園ね、なくなっちゃったからね、ほんと悲しい。配信ありがとう。いやいや、来てくれてありがとうございます。やで、急に言ったのに。でなさん、はい、ヤッホー、ヤッホー、今日も生きてるのありがとう。台風大丈夫？いや、逆に大丈夫ですか皆さん。私は全然被害はなくって、まあ雨の音やばいなって感じなんですけど、雨とか風もすごいみたい。でもなんかニュースやったら、なんかないっけ、看板が倒れてきたりとかしてて、怪我してる方もいらっしゃるっぽくって、だから皆さん外は行かないように。お仕事の方はね、あれなんですけど、仕方ないんですけど。じゃあね、すごい風よね、やばいよね。心配ご無用。ほんま？おでこ、ほんま風やばいよなね。神戸全然やわ。そうなんや。え、やばい？もう場所によるんかな、ほんまにやばいところとか。髪は、これ前髪全部後ろに上げて止めてます。ハーフアップ。前髪だけやったらもうここで止めなあかんから、そう、後ろにやってて。今日も返す、元気出た。よかったね、会える予定やったけどね。みんな今日台風兵庫に向かってるやん。そうなん？ちょ、やめてやめてやめて。今目の中にいるっぽい、台風の。やばいね。大丈夫です。渋谷さゆき、これさゆきのやつ、さゆき、これ大丈夫ですって来てんねんけど、これさゆきかさゆきのファンなのか、どっちだろう。リオピ県民ですけど全く大丈夫。あー、そこまでは大丈夫なんかな。そっち方面は風えぐい。それな、やばいよな。高知は雨降ってるけど大丈夫です。あー、大丈夫なんや。東京は晴れてるんやね。今は風も静かやな。ほんまに雨の音なんかもう外出てないか分からへんのよな。近っ端の余韻で台風どころではない。だいぶ浸ってるな。確かに楽しかったけど、めちゃめちゃ見えてたしな。台風で前髪が飛んでったってこと？いや、外には出てないから、まあそういうことではないですけれど。公演中止は仕方ないよね。17日当たってるよ。ほんまに？じゃあ17日来れる方はほんまに楽しみましょう、盛大にね。え、おでこかわいい、ありがとう。おでこかわいいって何？何それ。風が収まったから雨になってよかった。風の方があかんのかな、やっぱり。おでこつるつる。あ、卵ありがとう、ありがとう。どっちかというと、あの白卵じゃなくて黒い卵や思うけど。こんにちは。今日当たってて17に外れてたから悲しい。それはなく、それはなくな、やばいな。まあまあ今日配信しますので、終わり決めてないんで、私もう、私が終わりと思ったら終わりですけど、終わりはまだ決めてないので。ルームスもやる予定なので、ぜひ。5分連絡遅かったら休みって知らんと出勤させられてた、セーフ。やば、出勤して休みやった時しんどいもんな。ってのもあんで、あの警報出てて、学校昼からやのに、そういう気づかんと午前から行って、あのめっちゃ意味わからんことになったよ。一人だけ学校の中いて、面が飛ばされました。拾いに行って早く。やばいって。左目尻のほくろかわいい、ありがとう。てんちゃんもニュース見るやんけどな。てんなな、あのこう見えてほんまにニュース見るんすよ。朝はマジニュース見るよ。コラボ T シャツ届いたから着てる。ありがとう。ラーメン食べに来てる。はよ帰って。
危ないよ。どこに？こんにちは。だから外で出た。うん、そう、外はあかんよね。今日はね、外出ないように皆さん引きこもってくださいね。こんにちは。最近手が白くてない。え、ちゃうで。これはな、ライトのおかげ。あと日焼け止め。首から下はもう何も塗ってないからダメダメ。佐賀。オラは東京やが、さっき自転車走ってたら枯れ木が落ちてきた。え、大丈夫？帰ってください、お家へ。てなの、あの写真みたいに威圧感で飛ばしてほしかった。え、それはな、無理やったみたい。人間しか無理やったみたい。黒髪少女、そうです、黒髪です。その髪型最高に好き。マジでずっと CEO。 こんにちは、かわいい、ありがとう。また公園当て直して会いに行くね。もう絶対来てな、ほんまに。悔しいな、ちょっと今日てんのも久々の公演やったから余計に悔しいです。17日に会える方は会って、今日当たってて、で17も会えないのでっていう人はちょっと配信でいっぱい話しましょう。ゆで卵食べたくなってきた。え、食べてください、それは余裕で。天の指でいいの？うん、全然いいです。カラコン&ネイルしてますか？カラコンはやってます、ネイルはしてません。さゆきだぽよ。え、さゆき、さゆきさ、コラボ配信したいねんけど、てんなマジで。さゆちゃん、さゆは大丈夫？ちょっと待って、髪型が。さゆは大丈夫ですか？台風に襲われてない？あんたアウトドアやからって外出たあかんで、今日は。会いたかったよね。台風に狙われてる。ほんま、やばいって、狙わんとってくれ。怖いわ。台風で出かけれないからうちは作ってる。あ、いいな、そういうの。そういうのいいね。時間の使い方ナイスだね。こんにちは、さゆき疑われててかわいそう。いやさ、なんかさ、渋谷にさゆきだけやったらさ、ちょっとさ、わからんくない？本人なのか、ファンの方なのかみたいな。てんながもぐもぐ配信するって言ったから一緒にもぐもぐする予定。は？好きなんやが。でもな、ちょっと待って、この場に今もぐもぐするものがなくって、今ママがね、あのいろいろ作ってくれてるんやけど、少々時間かかってるっぽい。だからもうちょっと待ってください。遊びに来たよ、ありがとう。プキノの田んぼを走ってる動画面白いね。いや、あれめっちゃ面白いよ、ほんまに天才やろ。プキは本当に面白いわ。あ、オッケー、綺麗に行けた。じゃあ17日会いに行く。ほんまに会えるじゃん、久々だね。最近やろうけど、とりあえずカッコ借り最悪でんなの画面が強すぎて。いやいや、ありがとうございます。今日初参戦でてんてんに会えると思ったのに悲しい。マジか、それは悲しい。またぜひ、あの応募してください、ぜひ。朝ザーザー降りでしたが10分でやんだよ。東京は今晴れてる。あ、そうなんや。え、東京の方に行くんかな。そう、ちょっと台風の向き的にはあんま理解してないねんけど、どっちに行くんだ。17日行くよ。ほんまに会えるじゃん、それは良き。そう、もぐもぐ、ちょっと待ってね、ほんまに待ってください、ちょっと待ってください。あの最初はしゃべりますね、ちょっと今食べ物が届くまで。今日公演やのに、やったのに泣いた。え、それな、泣いたよな。こんにちは。最近一番笑ったのはギャルマ。え、マジ一番笑ったん？笑いの翼。こんにちは。煮卵やめろ。煮卵やばい。正解ではある。台風は風が怖いね。ね、看板とか飛んでくるからね。そうそう、天長ルール。あ、そうです。ルームス始まった時間かけて、いや、もうショールームが終わったらすぐルームス行きます。今日は白玉子ちゃんだな。そう、服も白なんやけど。そうっすよ、てんちゃんズーズーです。小よりあみたんもショールームやってくれてる。そうそうそう、なんかみんな結構夜にするっぽいから昼間にしちゃおうと思って。
です。うお、何この貝殻、アリエルみたいね。修造さんありがとうございます。貝殻、雄大くんもハートいっぱいありがとう。素敵だ。ベベちゃんかわいい、ありがとう。奈良のちっちゃいおっちゃん、バラありがとう。あ、貝殻もありがとう。これなんなん、アリエル、んなわけないよな。ノブさん、ないっけこれ、ヤシの実ちゃうな、ココナッツか。ありがとう、貝殻もありがとう。原初の黒さん、ノブさん、ハイビスカスありがとう。ノブさん、クマありがとう。あ、来たかも、食べ物。はい、どうぞ。開けろってやつ。なんでさ、またなんでまたいいもんなん。え、しょっぱいのいるって言ったから。意味わからん。そうなっていいもんが来る理由がわからん、わしには。重いねん、ほんで。ちょっと待ってください、見せたいけど見せられんわ、ちょっと待ってな。おもろ、無理なんやけど、ほんまに。笑やん、こんなん超重いし。何が来たかって言いますと、朝からあのママがあのリンゴ飴とドーナツを作ってて、パーティーかい今日は、逆だろ、まあ、みたいな感じのやつです。はい、ドーナツです。そういうことです。さっきてな、何個か食べてんねんよ。まずリンゴ飴もさっき朝食べたわけ、一つ味見で。ああ、わら、はい、ちょっと待って、コメントがもうどっか行っちゃったよ、やばい。ごめん、二度寝から起きた、だからすっぴん寝癖だよ。わら。じゃあ左右は普通にもぐもぐしよう、てんなと一緒にな、コラボ配信したいけど、そうそう、もぐもぐしましょう皆さんも。まあもぐもぐできるかはさておきって感じやけど、今日めちゃめちゃ楽しみにしてたから残念です。うわー、それはもう涙やな普通に。うん、17日行くよ。あ、ほんまに、よき、旅行で知り合いすけ、今日の写真載せてほしい。 OK、 撮るわ、忘れてなければ。忘れるな絶対。昨日ゆきのめっちゃ走ってたよな、ほんまに面白いねんけど。さゆきちゃんちゃんと名前に NMB48 つけて。え、マジで。めっちゃおもろいやん、けなげだね。お前は NMB48 って書いてる。わら、やっぱさゆきはいいですわ、面白いです。うん、今日天ちゃんと美空久しぶりやったから残念すぎる。あ、確かに美空久しぶりやったね。ウェーン、涙、さすがに。まあね、もうしゃあないんで、過去を振り返っても。過去の種類がちゃうんやけど、ほんまにさゆきちゃんか。なんだその過去の種類でさ、分析すんの。偽物か本物か。多分さゆきやな、二度寝してたし。分からんけど、二度寝がさゆきかどうかを。こんにちは、てんちゃんの咀嚼音消しが好きです。うわー、最近めんどくさくてやってなかったやつ、やりますわ。じゃあ今日ルームスキャンペーン終了ギリギリで申し込んだ。え、ナイス。てんな料理する、うん、たまーに、たまーにです。テンナをもぐもぐするのはちょっと、あ、テンナと、テンナとですね。はい、普通に私をもぐもぐされてもって感じなんで。そう、武器のあんなキャラと思ってなかった、ほんまに面白い。テンちゃん寝てる日しか応募してない。え、マジありがとう、それは好きメロです。大阪はめぐない、えぐいよな、大丈夫かな、あの水位とかも上がってるっぽいから、ほんまに気をつけてください、近くに水ある人は。外で寝れないから可愛い猫やワンちゃんの動画見る。あ、正解ですわ、それが。17日寝起きていきます。あ、ぜひ待ってます。昼ご飯はそうめんプラス焼きホルモン。いいね、結構がっつりやね。
最近テンナ出てなかったからうちは買ったのに使われてない。17日は使いたい。使ってぜひぜひぜひ。おでんくんのキャラに黒卵いた気がする。ああガングロ卵ちゃんですね。それ私実写版ですね。こんにちは。停電はしてないな多分。まあ、さっきまで寝てたから正直わからんけれど。火曜の公演しか行けないから次いつになるかわからない。ああそうかそれはわからんね。 OCC レモンどういうことでしょうか。こんにちは。食べ物来た来たよ来た来た。ウーバーイーツや、ウーバーイーツやばい。ルームスって通知来ない。そう来ないからこっちが上げたらツイッターに上げましたっていうのを報告します。芋じゃがいもです。こういうじゃがいもです。ママの話し方ギャル嘘やろ。全然だで。ママです。ランチじゃないでもうこれただのおやつやんパーティーやん。えぐいねんけど。わーかわいい。素敵な感性。もう素敵だわ。カラフルよほんまに。芋やばい。パーリーないすぎるよな。やばいよな。みんなもじゃあパーティーの用意してください。おやつとか持ち寄って。店内からは見えへんけど、まあ後でツイッターにでも今日のパーティーってあげてください。写真見ます。まあこれだけ店内が食べきれるかどうかっちゅう話だって。店内甘いものを常に食べ続けることが無理で、甘いもんしょっぱいもん甘いもんしょっぱいもんっていかんと食べられへんのよね。明快てんな。最近メンバー9期生に会った。会ったよ。なんかもうほぼ毎日会ってるよ9期なんかに。昨日はこよちゃんに会いましたよ。そうこんにちは。17日こよ店で嬉しい。楽しみにしてる。え17日ね。待っててほんまに待っててください。17日なんで。何が17日なんでってなんなん。わかりませんね。17日ですから皆さんぜひお楽しみに。今日当たってたから無理かもやけどダメ元で17投げましたわ。マジ？ぜひ待ってるわさすがに。てんなママ料理レベル高し。そうなんかな。作るの好きらしいわ。17に当選してるよ。ほんまに会えるじゃないですか。テンナってニックネームなんて呼んだらいいの。あテンナですね。テンナこと池田テンナなのでテンナです。ドリンクは水です。ウォーターです。多分なんかクリームソーダにしようかって言われてんけどちょっともう甘いもんすぎて無理やわって言いました。こんにちは。ゆきてんペア推しです。あプキと今度じゃあ写真あげますね。こんにちはワンダフル。ありがとう。そうしゃあないしゃあない。そうね。あーこれあれやだいぶ前の話か。コイリーのところが雨やばいかも。マジでちょ聞いてみよう。また後で。ガンガラ卵ちゃんイコールテンナ実写版。まあそうできるとは思っている。この夏日焼けした。自分ではあんま実感してないんですけど、まあ会う人会う人に言われます。出かけないですねこの雨の中は。さすがにこのショールームのためにメイクしてます。そうです。じゃあついにてんちゃんのルームスに入ってしまった。ねえいいことですよ。ありがとうございます。おはようおはよう。コラボティーと生写真届いてテンション上がってる。わーお最高ありがとうございます。17日当たったから入るよ。じゃあ紫と青振ってくださいね。
じゃあ今からピザとか買っていくわ。え、大丈夫、外大丈夫ですか。もうパンと牛乳食べちゃったし。あ、もう食べたんか。パーティー、冷蔵庫にシャーメリーとティラミスのと冷凍ピザしかないよ。パーティーの準備万端やな、それ。味変大事ですな。そうそうそう、着払いでこれを腐ってまうわ。もうそれかびっちょびちょなるよ、こんな中送ったらやばいよ。仕事の休憩中に来れました、ありがとう。お疲れです。ハキの写真おもろでした。てんちゃん強すぎ。もうね、あれはね、いつもさゆきがね考えてくれるんですよ。あの、それでさゆきが撮ってくれるので、そうなんです、助かってますね。でみんなで秒でさゆきが今から行きますとか言ったら、みんな携帯開いてリツイート待ちしてます、いつも。若田に来た件でずっと寝てたみたいな裏話他にあるかな。あー、その裏話、え、裏話あるかな。いやけど若田のが一番衝撃やったけどな、ほんまに面白かった、ずっと寝てんのは。あと何か、なんかあったかな。あー、あとはね、あのユリイカで天、あのさ、これのさ後にさ、人の下、 なんていう人の足の下をこうやってくぐる人が数人いるんですけど、あのそのペアがミソラとテンナで、でテンナの下をミソラがくぐるんかなと思ったら、ミソラの下をテンナがくぐるやったらしくって、で、まあ、まずそれがまず一びっくりじゃないですか。で身長差やばいから、まず通れるみたいになって、あの練習の時にミソラのお尻に何回もテンナが顔突っ込むっていう事故がずっと起きてました。本番はできたんですけど、ほんまに二人でずっと苦戦してました、そこ。そう、ランチプレートはこれです。ちょっと待って、重い。これです。これです。見せれない、これです。見えた、見えました、これです。はい、テンナもルームスに近っぱの裏側載せる、あれみんなの見るの楽しい。テンナな、裏側の動画を撮ってなくって、だから写真とかあの TikTok とか撮ってみたんで、そういうのも上げていこうかなと思います。そう、公園でテンちゃんよく直線上に来るから見てしまう。見てて、それはぜひ。てんなちゃんこんにちは、ルームズ入会しました、ありがとう。またあの投稿するので待っててください。てんな、あやみちゃん&あみたん配信してないけど何かあった。え、何の話ですかね、何の話ですか。え、どういうこと、どういうこと。配信予定やったけどっていう感じ。紫と青の服を着ていった方がよりいい。もうなん、そこは服は何でもええけど、服は何でもええけども、ペンライト振ってくれたら嬉しいなって感じ。です。後ろの雲かわいい、ありがとう。え、ほんまに早食べなやばいねんけど、普通にやばい。はい、店内にゴリゴリのいかついキャッチ持ち帰れんネックレス見つけたし、おくろか、え、そう、おくろかって何。どんなんかは気になるけど、ちょっとどんなんなん。どういう系。こんにちは、今日は出前かもウーバーも配達ないねん。そらそうやろな、こんなんで配達されたら、もう店内がこんなんで配達頼まれたらちょっとイラッとするもんな、なんで頼むねんってなるもん。ケーキの中でワンピース好きは誰。ワンピース好きな人誰やろ。
レイポンとかレオモかな。あけどホノピーとこの前あの普通にあのレッスン上で大熱唱してた、一緒にワンピースの歌。そうそう、通りすがりですいません、みちょぱの親戚だったりする、パッと見で似てる気がする。あ、全然違います。でもありがとうございます。生き方いっぱいしたいしてね。そうそう、豪華やろ、豪華やな、重いんです。ランチプレート改めて見るとボリュームえぐいな。そうなんすよ、やばいよね。男子の寮の食事中や、え、ちゃう、男子の寮でもないでしょこれ、甘党すぎるって。佐藤力道しかこんなん食べられへんわ。天奈ともぐもぐする予定だったので食べ終わっちゃったよ。え、やばい、天奈が食べなさすぎている。食べるわ、ちょっと待って、さゆき無理、早く食べないと。もうこれさ食べれへんやん絶対。結構食べるね、結構食べるね、やばい、結構出るねみたい。じゃあ何から食べようかなっていう話やん。まず普通に考えてドーナツからいきますわ。これはあの自分でさっき中にクリームを天奈が入れて、うーん、うん、ふんふんふん、はい。で、来週のキャンプでルームス料理何か取って。 OK、 最近もう食べ終わっててくさ。それな、めっちゃ早い。で、長遅い。さっきまで風がすごかったけど今は雨がすごい。マジか、ほんまに気をつけてくださいね。あみ、こういう配信は18時からですって、訂正ですって。朝にあやみちゃん、あみちゃん配信してたよ。あ、そうなんか。もぐもぐ配信でもいいよ。もぐもぐ配信の予定なんよ。でもいつももぐもぐ配信って言ってももぐもぐしないっていう。そう、食べますわ、ちょっと。ほんとでもさ、食べてんの見ておもろいおもろいかなっていう。店内魚人島で泊まってます。あ、正解、よく覚えてるね。早見るわ。そう、ワンピースの歌です。レイポン好きじゃなかったかな、見てる、好きというか見てたみたいな。え、ちゃうかったか分からへんけど、ちょ聞いてみて、みんな。あの、ここで今度公演、天奈ちゃんのコラボ T シャツ着ていくね。こ、今日公演中して。そうやな、また来に来て、来てください、来て来てください。そうです、そうです。今日のお昼はプリンです。お腹すきませんか、早く食べて。はい、キュウキにヒロアカ好きが3人いるらしいけど、わかる。うん、テンナとサユキとアヤミだよ。前は違ったけどサユキ経由でテンナちゃん気になりメールズ入り、ありがとう、助かります。プニプニ何使ってる、コマジロ S 欲しいからガチャ回すとこから進めてない。え、ちゃうねん、名前わからへんねん。でもあの強い強い、え、 ZZ やねん。テンナ ZZZ が欲しいのにサユキは持ってんねん ZZZ。でもテンナは ZZ やねん、しょぼいのしか出えへんねん、ガチャ回してもめっちゃ腹立つ。だから今もうつむつむに変更しようか思ってるけど、でもプニプニもちょっと進めたいんで、うん、ちょっと最近に聞いてみ、プニプニは。あの人めちゃめちゃ詳しいから最近に教えてもらおう。テンナもあの最近にちょっと頼みたいことあるね、進めてほしい一つ。もう佐藤これは佐藤力道ですよ、この量は確実に。メイクお上手ですね、可愛い、ありがとう、ありがとうございます。佐藤は脳に良いのだよ。え、けど食べ過ぎたらあのあれやねんで、脳のあれが
低下していく。佐藤力道もそうやから、欠点そこ。そうです、うん、これは一口でいける、このドーナツは。そうです、甘いものたくさん食べるけ食べるの辛いらしい、え、甘いものたくさん食べるの辛い辛いらしいですけど、私は全然余裕です。あ、もう TikTok の人ですね、それやめてください。そういえばミフィードーナツ食べたよ、イケカツ、ありがとう、ぜひ載せていてください。食品サンプルかと思ったら本物だったのか。うん、なんでもぐもぐ配信で食品サンプル持ってくんの。本物です、ドーナツです。そう、数食用は消してほしいということで消しました。おもろ、待って、テナのもぐもぐかわいすぎ、え、ほんまに、ありがとう。テナとスイパラ行きたいわ。あー、スイパラはいいけど、テナスープばっかり飲んでるよ。そう、尺音消します。はい、今から昼食、昨日買ったオールドファッションポンデリング、一緒やん、ドーナツ。あ、ミラボールありがとう。誰ですか、ハットのさん、ありがとう。 Thank you。 てんなちゃん面白すぎる、ありがとう。てんなが中身は作ったので、わさびとかからしも入ってません。モバメお返事してみるか悩み中。え、して、その悩まんでも別に、何悩んでんの、してきてしてきて。モバメとモバメと米画像送れないから、生き方見せれまてん。あ、そういうことか。スープバーや、スープバーやばいな。そうですね、じゃあ食べますわ、そろそろ。これは砂糖です。コメントマジ追いついた、びっくりした。ヒロアカキャラ多くて本当覚えられる気しないから 見ないことにした。セルテンの開封動画だけ楽しむ。いや、見ろ見ろ、絶対見てくれ。意外といけるから、意外といける、正直問題ほんまにいけるから、ちょっとほんまにぜひ見て。そう、妖怪ウォッチプニプニの話です。プニプニはツーショット見たら、天気とマイキーって似てるような。え、ほんまに、彼女ができません、はてなって何、はてなってどういうことですか。はい、ドーナツとてんちゃん同じ色、あ、どっちがてんなでしょうって、ほんまにほんまにあかんよ。はい、ここでは初見です、ありがとう。モバメとルームスどっちがいいの思ってる、どっちもじゃない。どっちもじゃない。ヒロアカ4話で見るの止まってもった、ぜひ続きを。モテな3週目やから、今3週目してるんですよ、ヒロアカ。もうぜひ見てください。プニプニやりながらヒロアカ見る生活するから、サヨテン沼すぎてる。もうぜひテンナとサユキのあのその生活に入ってきてください、ほんまにその状態やから。プニプニのあのライフがなくなったらヒロアカ、スタンディングオベーションやばい。そうです、今日公演行く予定になったので寂しいです。あ、もうそれはもう配信にいてください。モバメ送るね、あ、ぜひ。あれ、ツイッターにさコメントしてくれてるよね、おたさん。
面白いのやってくれてるよね。はじめまして、はじめまして。最終目して、モバメもルームスも入ろうって気持ちある。うん、入ってくれてるよな。もうコメントしてくれてるよね、結構。ハテナは気にしないで。あ、オッケー。彼女ができませんってこと。いつかできるわ。いつかいつか。運やから、全部。てんちゃんのツイッターの ALT のセンスめっちゃ好き。ALT のセンス。まさかの ALT。てんなが褒められるのはあれかと思った。あの、ルームスの写真とか投稿した時のデコかと思ってたけど。ALT のあれなんや。嬉しい、ありがとう。ぷにぷにのステージ15の三つ股のづち倒せなくて全然進まん。そこそこは進むって。大丈夫、頑張れ。そこは進める。ガチャ回してちょっともう強いのやって、そこはいけるよ、一発で多分。てんなは今46のあの妖怪が倒せへんくて困ってんねん。そう、めっちゃ強い。ズーには公明済み、あとは初モバメ変身になるか、うん、ぜひしてね。待ってる待ってる。いや、それすぐライフなくなる。でも無課金頑張る。え、それな、無課金がいいよな。そうてな、ゲームには課金はしないって決めてるから、絶対もう沼っちゃうやん、そんなでさ、飽きた時めっちゃ後悔するやん。だからそう、無課金で。ヒロアカ最初のところで終わってるな。え、もうぜひ続きを早急に。顔強い、ありがとう。強いがめっちゃちっちゃいねんけど。こんにちは。それ弱そうやな。テンナ配信でめっちゃ楽しそうなので、私は地獄に行ってきます。どういうこと、どういうこと、もう文の理解が不可能。怖いって。いやいや、いかんでええやん、地獄には。テンナはヒロアカのキャラ誰が好きなの。かっちゃんですよ、そら。私はかっちゃんしか勝ちません。います、ここに。ここ。え、髪型めっちゃいいやん、かわいい。ありがとう。そうだよ。ありがとう。いつも見せて、見てます。コメントは。お場面からスタートするか。ぜひ。こんにちは。あれ、デコなん？ん？デコ？課金しまくり。いや、ノーノーノーです、ノンノンノンです。一昨日の ALT はしみたよ、ありがとう。私の感情です。てな、大変だよね。台風でもスタバにタリーズドトールに出勤せなあかんもんな。えぐない、副業えぐない。あのデコるやつ、いつも何分くらいかかってるん。でも3分くらいじゃない。なんかあわもう大体想像つ、なんて想像すんねん。その最初にベースの顔となる部分を、まあ、動物でもいいねんけど、そっからパーって見て、あ、これやって思ったら、それから想像してすぐ作ってるから。そう、てんなってロックロックに似てるよな。やばい、ロックロックって、ちょっと待って、あのキャラクターやんな。キャラクターじゃない、ヒロアカのやつやんな。黒いけどさ。劇場入ったらテンナの手もでも見たい。歌が貫禄ある。ぜひじゃあ聞きに来てください。プニプニ今入れたけどオープニング長すぎん。これ毎回、あ、途中1回目は長いねんけど、次からは飛ばせる。テンちゃんのゲームの攻略本ないの。あ、てんな、ゲームそんなあれやねん、やねんけど好きみたいな。46やば、頑張ります。ほんまにぜひ追いついて。ちょっとそのあれやろ、顔3つあるやつやろ、蛇みたいな、あれちょっと頑張って倒してみて。オープニングから最初のガチャまで結構長いよね。そう、説明がな、ウィスパーの説明断ってたらなんか怒られたし、ウィスパーに。そう、眉毛綺麗、ありがとう。あざまるです。
かっちゃん好き焼とん？とどろいき？かっちゃん好き、とどろいき好きとかよく聞くけど、デク好きなかなか聞かん。確かにデクあんまり聞かんかも。あーごめん、ルームの隠しスタンプのこと、あー隠しスタンプのこと、あデコ、あこっちのデコじゃなくてあのデコリね、ごめんね私の理解力がないわ。あの究極のヒーローは誰だっけ、屋敷の名、オールマイトですか、オールマイトかな多分。ガチャガチャめっちゃするからゲームでも課金しまくるタイプやと思った。いやちゃうちゃうちゃう、現実のガチャは確かにやっちゃうけど、ゲームのガチャはちょっとほんまにあのダメ、引きようないんよ。てんなゲームのガチャ、ネタ切れになってきた頃のデコが楽しみだよ。確かにあれにもさ、あの新作が出てくれな、なちょっと限り出てくるから。前あのスタンプやってみたけどなんかうまくいかなくてやめちゃった。え諦めたらダメよ、頑張ろう、頑張りましょう。ロックロックやばいよな普通に。そういつもそう3分くらいでやります。今日は10時前起きですね。てんなはミルコやろ、うん、いや黒いけど、さっきから黒いキャラクターばっかりやけど、確かにミルコは合いそうよな趣味が。てんなは白生えるしな、黒いから肌が。てんなミルコやね、かっけえし、うん、かっけえよなミルコは。確かに見ちゃん、コメント追いつくよ。主人公が一番人気あるっていうのも最近は少ないイメージ。やんな、そう思うわ。てんなもうん、他に好きなアニメは鬼滅ですね、鬼滅とか、あとはねワンピースもまだ魚人島やけどまあ好きっちゃ好きですね。あとはね何見てるんやろてんな、でもヒロアカと鬼滅が一番語れますね多分。今日は白い、揚げ時間短かったのかな、うん、でんな別に毎日あの揚げ直してるわけじゃないので。ミルコやってみてや、ミルコのねコスプレあったらええね、確かに。そうやね、プニプニだったらワルニャンがてんなっぽい。え待って、ワルニャンってあのリーゼントのやつじゃないの、それてんなのアバターやん、ただの。ちょっと待って調べたい。うん、エグいってめっちゃヤンキーやん、ドヤンキーやん。てんなが喜んでない開封動画つぼすぎて毎日してるよやばい、ほんまにちょっとな笑って感じやったよね。赤座好き、えわかるわ。てんなもうあの鬼界やったら赤座が一番好き。名前だけヘアと黒脂肪、名前だけやとな、ちょっと見た目はてんなあんまし、こちとらいつほんにゃうんでも後悔しない毎日毎日星抜きで生きしてるって言って、え星がマジでわからんねんけど、えどういうこと。てんなロッカーっぽいから、んてんなはロッカーっぽい感じに似合うと思うからジロちゃんもあり。えてんなは女の子の中やったらねじれちゃんとジロちゃんが一押しやな。好きな柱は、え柱やったら天元様じゃない、派手やし昔からアニメが好きなわけじゃないんですよ私はあの動画嬉しくないのかじゃあてんなもう全部顔出てまうからあかんねよね本当。わらです、あよし追いついたということで食べたろうと思います。次はきなこ、んこれうま
でんんデッドバイデイライトしてみませんか、ゲームです。んちょっと待って、少ししとくわ。じゃあちょっと、ちょっと気になるな。全部ドーナツ、うん、そうやな、ほぼドーナツ、ドーナツとじゃがいもとリンゴ。じゃがいも食べたい普通に。うん、じゃがいもが一番おいしいわ嘘ですけど、全部うまいんですけど、じゃがいもマジおいしい。天元と天の派手派手に気合いそう。え、そうよな、キラキラやしな、何より。ヒロアカ、誰が誰ん誰らが一集めていて、誰が一番持ってるの。あ、さゆきとあやみと天なってこと。誰やろね、けどみんなそれぞれ集めてるからって感じじゃない。そう、きなこ、ちかっぱでおもろ女すぎたので来ました。ありがとう。おもろ女すぎた、ほんまに。つまり嫁を3人欲しいということですね。あ、別に天元様になりたいわけではないから。あ、やばい、ちょっと落ちてきた。きなこ好きやわ、わかるわ。うちらライトあるの、誕生日会とか、誕生日会かなんかしたんですか。いや、普通にあのつけてるだけです。コメント追いつかれたから逃げな。だから、そう、鬼ごっこ石形式、何何食べてるの。ドーナツとじゃがいもとりんご飴があります。ここにりんご飴、じゃがいも、これわからん、あげてんの、あげてないちゃう多分。眉毛描くの上手くねだろ。けど今日そんな上手くいってないんですね、実は。天奈が天元として9期で嫁3人、3人選ぶってこと。9期の中で1人は天奈はさゆきやねん、絶対。なぜなら話が合うから。さゆきと、誰にしよう。九鬼の中やろ。三人ね。三人か。絞れんな。めっちゃ迷うわ。マナもありよね、マナミン、マナミンもありやし、3人厳しいな、決められんな、3人はなかなか決められへんな、ちょっと厳しいなあなた美味しそうに食べるね、ありがとう。美味しいんですよ、ほんと。じゃがいもは天奈と生まれたところが近所やしな。それ、え、どういうこと？土から生まれたってこと？どういうことですか？え、どういうこと？天ちゃんごめん、仕事に戻ります。ありがとう、でも来てくれて。頑張って。ありがとう。おやつプレート飲み物なんだった？水やな。シンプルに。これは。多分水。これどうやって開けるんですか？あ、わかった、こうやって飲むんや。じゃあさ、ストロー無理くない？あ、させるわ。データ OK でした。目みたいので近づいてください意味わからんねんけど眼科じゃないよな、
目ですか。目です。ガンガーやん。リンゴ飴作ったんだ。そうママがね、てなチャラ親から選べんやろ。うん、選べんわ。私無理やわ。ちょっと17人日替わり、17人違う、16人日替わりで頼みたいな。私は圧倒的マナミンさゆきわかったんだな、読みにするのであれば。あー、迷ったな。てんなもいいとこつくね。まあ私は選べないので16人順番に回ってもらいたいと思います。武器に振り回されたい人生だった。あー、武器もな。てんなも悩んだで、正直問題。わかるわ。みんないいとこつくね。おもろさに惹かれて今さら店長の美人、今さら店長の美人さんを認識しました。ありがとう。それは嬉しいけれど、二平は二週まで遊んでる。あ、確かに二週間一生告白してるからな。マナーなしで、あ、ちょっとダメやで。マナーはこっちのもんですから、ダメよそんな。取り合いや、みんな。ほんならみんなで嫁の取り合いです。ちょっと髪の毛の量が足らんわ。てんな止まらへん、このでっかいピン。止まれ。てんなちゃんと、てんなちゃんの流れ星希望、レイポントで。レイポント流れ星したいけど、もうレイポンの横とかでやったら見てられへんやろ。テンナのこと多分あんだけ可愛くやったら。ちゃんとペンライトの色のストロー、あ、青関係あるのかな。まあまあ狙ってんのかそれ。テンナも黒キャラ狙ってるんか。なんの、なんの、なんのリングライトが見えた。リングライトね。キス、やばい。英語でそれだけ送ってくるのおもろいな。てんちゃんほんまに美人やな。ありがとう、嬉しいです。かわいい、ありがとう。日替わりで頼みたいわ、イケメンのセリフ。うん、確かに確かに。てんなのチャラ男の上位交換がにかないな。え、上位交換って何ですか。結論がチャラい、チャラくはないけれどな。ハーレム状態よね。機械系苦手です。吸気のエンジン考えたと聞いたけど他にも何種類か希望。そんな難しいこと。吸気あの欠けてるんですよね、あれ。吸と吸をいっぱい欠けてて、言葉で。そう、てんなは16人と遊んでも一人一人しっかり愛しそうなとこがいいよね。愛しますよ、一人一人もちろん。わらやん、そんな。てんなにお願いがあるけど全身は可能ですか。あー、今日は全身は不可能ですね。ごめんね。メンバーと結婚するとしたらてんなは夫、嫁。え、どっちでもいいんだよ今の時代は。マナミ悪いよね。そう、マナはいいよ。あのね、あんまり干渉してこないところとか特にいいよ。アミッコロいただいていきます。あ、ダメですよ、アミッコロも。ダメです、ダメです。アミッコロはもうそんな取り合いどころの取り合いじゃないですよ。僕はレイポン分かったん、ユキノンやな。うわー、いいな。ちょっとやっぱ決めれへんね。そう、決めれないですわ。あやみも渡しませんよ、ちょっとごめんやけど。ごめんですけど、やっぱちょっと3人にはちょっと絞れへんな。いやいや、上位互換やった、死んだ。もう感じやかんわ。
てんちゃん男の子なのってどういう質問なのどういう質問ですか。どっちでもいいですけども、別に女の子です。アミコルてんちゃんが考えたエンジンギャル語じゃなくてよかったです。かわいすぎん、かわいい、もう好きやわ。アミにガチ恋しそうやわ。てんちゃんとレイパの可愛さの種類違うけど二人とも可愛いよ。ありがとう。わがままオッケー、オッケー、オッケーかよ。いい時代になりました。本当に素敵な時代ですよ。多様性です。干渉してこないところが好き。おー分かってるね君。そう、干渉してこないところがいいですよ本当に。池田千奈ちゃん、女性にモテますか。いや分からん分からん分からんて。ねえねえ、プニプニの初めのガチャって誰が出たらいいの。え、初めってジバニアしか出んくね。分からんけど、でも ZZZ が一番いいよ。 SZ で上がっていく。白マナミン黒天ちゃんでユニット、あーいいね。まあそんな簡単な話じゃないけれど、エンジンのことをエンジンだと思ってそうなメンバーいたな。え、じゃあ例にもらいます。あーあかん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 、ちょっと待って、ちょっとあかんねん、あのな、それぞれの良さがあるからちょっと渡せへんのよ。ごめん店内入れなくて。あーそれ改めて言われるとちょっと嫌やわじゃあ西夢やったらくれるか。あ無理よ、だからそれぞれのあの良さがあるのでダメです。サナやばい、サナ入ってんのやばいな。アミにガチ恋はパワーワードなのでやめてください。いやほんまにあかんよ。チータンを、いやそれな、一台欲しいよな。一台って言い方あかんけど一人欲しいよね。いやもう、あ韓国語で Thank you、 あ違う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 、カムサミダーですね。キューキーでサザエさんみたいな家族を作るとしたら、え、その書き出さなあかんよ。ちょっと昼休みに配信来れてバリ元気出ました。ありがとう、よかった、ありがとう、頑張ってお仕事。そうね、コマをよ、コマをコマを、なるほど。ちょっとね、もうほんまに誰もあげれない。かむさみだ、1時だよ。ほんまにもう1時間やってる。まだジグバグ、そろそろ、それな、まださドーナツ3つとさじゃがいも1つしか食べてないんよ。食べるわね。やっぱ髪の毛これ止まらへん。多めに取ろう。ドーナツあとね、きな粉と粉の普通の砂糖のやつと大きいドーナツとチョコのドーナツ。最近てんちゃん始めたからまずブログ読んで勉強なう。え、ありがとう、わざわざそんなしてくれて。食べながらずっと拍手してるの、イカれてるよ。ちゃうわ、ちゃうのよ、消してんだい咀嚼音をこんにちは、ありがとうございます。とても綺麗な池田てんな。あーこまおよ、こまお、リンゴ飴爆食いする配信まだ、あ待ってんのや、リンゴ飴食べんのやと思ってたけどまだですリンゴ飴じゃあルームスで食べようかな。ちょっとそうするわ。じゃがいももらいます。あダメダメ、ノンノンノンです。私じゃがいも好きなんで。加入にじから応援したかったけど今から全力で。ありがとう、嬉しいです。でこてないらっしゃい、ありがとう。
ボブ時代あったよ。ボブ時代はありました。白雪姫みたい。棒棒いらんだろ、こっちの棒やもん。だからさ、あの魔女からさこうやって渡されたらさ、もうただの祭りリンゴ飴買いに来た人やん。白雪姫もびっくりやで。行かれたやつに見えるやったこと。行かれたやつに見える、あ、初見の人からしたらってことかな。まあ確かに。でも試写コンをあの消すこの拍手が謎に好きな方がいらっしゃるので、やってるよ。テンナの日焼けはいつプルスルーたらすんの。え、台風が去ったらだよ。リンゴ飴の話した瞬間、小山町がツイッターであらリンゴ言うててびっくりした。え、ほんまに。あ、待って、テンナのさあら素敵っていうコメントにもしかして返信してる。こよ違うかな。そちらの台風は台風の星ないですか。心配してくださってんのかなこれ。韓国語ちょっとわからんねんけどです。ただの祭り、それはそうやろ。美味しさに感動して食べるたびに拍手喝采してんのかも。ちゃうちゃうちゃう、咀嚼音消してるだけやばい。天なのデコ綺麗すぎてデコピンしたい。ね、普通に受けるけどな。パチパチ謎に好きです。え、やろう、なんでなんやろうな。配信してたら腹減りハングリー。あ、もう食べてください。それ店内入り口だやろう。やっぱりそうやんな。店内があのなんか誰かがあらなんちゃらみたいな、え、ちゃ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 、なんっけ、店内が誰かに対してあら素敵みたいな感じで言った時があって、でその後になんかつなげんねん、だいインフムみたいな感じでいっぱい言い合ったりすんねんな、テンナたちの会話の中で。それでテンナがあら素敵、あらリンゴとかって言って言ってたら、多分コヨもあらリンゴ使うようになってると思う。であらリンゴって帰ってきてんのかな、うん、多分そうやわ。昨日もその話してたから。そうです、はい。被害ないですかって聞いてるよ、韓国の方。被害ないですか。ないよー。グッドグッド。Thank you。 ちゃうちゃう。こまぼよ。こまぼ。テンナはまだ被害ないです。皆さん大丈夫ですか。じゃ。ちょっともう食べるから私。けんちゃな、あ、けんちゃなや、そうやそうや、けんちゃな、けんちゃなです。そのリボンつけたらエースを狙えのお嬢夫人。エースを狙え、日焼けできないのが星だね。あ、今日焼けできひんってこと。確かに。え、なんやろ、愛する池田天那。あー、こまおやな、合ってる、こまお。近くのスーパーとか開いてないところ多いよ。今一つだけ開いてる店見つけた。ほんまに外出てる、外で出んの。被害は外出できないくらいかな。確かに。じゃあアウトドアからしたらもううずうずするわ。キャンプ楽しみ、それな、楽しみです。私も職場の中にあるテントの屋根が、屋根飛んでいったんだが、中にあるテントが飛んでった、それはまた別の問題がありそうやけど。エースは狙え、わからんよな。うん、わからん。なんやろ、アニメ。こんにちは。こんにちは。
違う。近っ端から帰ってきてそそ一歩も出てない。ガチ、え、ガチガチ星やばいねんけど。星なんや。星になるダメだ。星点入れて間に。車で外出てる。風はあんまりきつくないよ。ほんまにありがとう。カムサムイダ、カムサムイダ。サーブスプラッシュボレー、なんやろなんですか。ドーナツ食べます。星のこと考えるとルームスってやっぱいいね。確かにな、それはそうやば。ドーナツ食べたくなってきた。なんでこの絵文字なんやろなんでこの絵文字。食べてよ、食べて。あーけど今買いに行ったらあかんけどね。作りクックパッドかなんかで多分調べたら出てくるけど、もう今は外に出たらのんのんやから。さすがに。おう、クレイジーガール、それやばい、それやばい。何の書き声ってなるからやばいよ、もう太るよこれ。昨日アミタンがもし台風で飛ばされたらアミが風に乗って皆さんに会いに行くって言ってて泣きそうになったわ。ほんまに天才やね。可愛い、ほんまに結婚したい。ルームスの画質の良さにはビビらなかった。え、めっちゃビビったよ、画質綺麗すぎて。拍手の音聞いて旦那天奈なんか食べてるんやろって言ってるもうありがとうございます、認知していただいて。それまで9期ってそこまで YNN も何もされてほしい。なんやろ、ない。てんな見ながらそうめん食べた。ありがとう、報告 Thank you お、星可愛くて推しメンです。だこの絵文字なんやろこれ最後なんやろ。ほんで星がわからんっていうな、難しい話です。アミタンは美味しいと拍手しちゃうね。そうなん？もう可愛い。エースの狙いはテニスのアニメ。お蝶夫人？で今のテンナさんみたいな髪型の人が出てくる。そうなん？これ韓国語、日本語にできへんのか。マイティワカポンの出るイベント開催するらしくて今から外出る予定よ。マジで気をつけて行ってくださいね。じゃああの看板とかがある近くは通らないように。テンナは波にしか乗れんからな。うん、波も乗られへんのよ。てか私が説明、そうウィス、そうやね、それそれそれ。テンナが言ってんのはこれ。ウィスパーがこう怒るんですよ、拒否言ったら。もう食事用の乙姫買ったらやばいな、それめっちゃおもろいやん。てんちゃんバイト終わった、お疲れ、ありがとう、来てくれてよかった。これでおじいちゃんでした、おじいちゃんでした。ちょっと待って、なんのおじいちゃん。可愛くて推しメンです、そういうことね。この絵文字が可愛いから使ってるってことか。確かに可愛いな。今度これベースであれ作ろうかな。ナイキルームスの宣伝。私偉いからウィスパーのちゃんと全部聞いたよ。やば、真面目じゃな。今日は何か男前やな。ほんまにありがとう。湖のように目がとても綺麗。カムサムイダ、ほんまに寒すぎるね。天の見ながら冷やしキムチそば食べてました。報告どうも。
ハロー、アイムインドネシア。おハロー、アイムフロムジャパン。Thank you。さっきまでしばらくもう見てたけど、改めて天の美人やと思ったわ。Thank you。ありがとう、それは。嬉しいです。お好み焼きとうなぎ寿司食べてきた。めっちゃいいやん。今日は波乗りに行かないんだ。あ、行かへんから。そうそう、行かへんから。二次会ありますよ、この後は。てなってジョジョは見てないですね。私見てないです。ルームスデコかな、これ。マジでセンスしかなくて大好き。星もおすすめ、おしめんです。これこれ、なんなん、男の子、帽子かぶってる男の子。こんなんおったんかな、探すわ。ちょっとやってみるね。また待ってて。可愛すぎて天使ありがとう。キョンテンちゃん、キョンキャンのモデルミアルないでしょ。 Thank you。 笑ってるんやけど、この F のちっちゃいのって。天ちゃんってダンスをしたらガチイケメンだよね。それは分からんで、分かりませんで。てなジョジョたち似合いそう。ジョジョ、あ、やろう今度。写真、鼻炎があるみたいです。治療してください。てなが鼻炎ってこと。もともとこういう声ですよ。けんちゃなお昼ご飯のプリン秒で食べた。やろうな、プリンに時間はあんまかからんやろな。なんかチャイナ帽みたいなのかぶってる男の子。チャイナ帽、ちょ探すわ。ほんまに二次会のおかずはあるよこれ。あ、そういうことか。確かに。てんなってキャラと顔のギャップがいいから癖になる。ほんまにギャップある、こんなんに。波に乗れないサイファーのルールは、ルームはここで合ってますか。あ、そうですね、一応合ってますね。てんな鼻炎、うん、そう、やばい、鼻炎じゃないです。二次会の時間は決まってなくって、ショールームやったらもうすぐ、ショールームが終わったらそのまま連続で行こうと思ってる。見ても見てもとても綺麗だ、てんなって言ってます。あ、けんちゃなじゃないじゃない、こまおうよ、こまおう。鼻水高いよな、つまましてや。意味がわからんねんけどほんまに意味わからんコメントすぎるんやけどほんまに難しいやつ来たよ。可愛すぎてずっと見てられる、ありがとう。テナの影響でまだ犬のパパとウォッチ探す癖がついてるけど、フィギュアしかない。え、ウォッチなくなったよな。テナ思ってんねん。ちょっとさ、全然ミンクなった。テナ卒業したら会ってみたいです。学校をですか。え、どういうことですか、何をですか。テナさんの話が終わる、ん、テナさんの話が楽しすぎるので配信終わってから食べます。それな、テナも全然すまんわ食べ物が。じゃあ鼻筋今日鼻水って書いてたよな。鼻筋落ち間違いかな。 Thank you。 じゃあご飯食べるというより、薬を飲むために食べる。ああ、あるよね、薬飲むために食べるのはね。ドーナツ食べるわ。こんちゃんの言い方、野球部で死ぬ部活、部活ですね。長く配信やってくれてありがとう。いや、長くいてくれてありがとうございますなんですけど、だって気づいたら1時間以上経ってんねんもん。時空バグすぎて無理。夏休み満喫してますか。してますよ。
てんちゃんみたいなチョコチップクッキー食ろうとしてます。うん、黒いんかな。うん、どういうことですか。そろそろ寝落ちします。あ、おやすみなさい。もうさ、いつルームスに切り替えようかな。実家帰ったらコロナになってみんなに移してしまった。わお、最悪だ。まあそういう時もある。プラスに考えて。てな、なぜモグモグしながらパチパチしてるの。うん、咀嚼音を消しています。時空バグ定期。それな、黒、この、うん、黒金髪やん。てな、金髪にしたいわ、ほんまに。こんな感じのイメージやな、てなが金髪になれば。ちなみに咀嚼音たまに聞こえるで。まあいいでしょう。こんにちは。いいでしょう。そうですね、ちょっとどうしよう、いつ切り替えようかな、ほんまに。うんま、そろそろルームセ、うん、確かに可愛い、ありがとう。金髪しよう、金髪界隈で手を広げて待っています。確かに。じゃあいつかね、いつかできたらいいなと思いながら待っててください。これテンナだと思って愛用してる絵文字だよ。ありがとうなんかな、それは。ありがとうやな。でも美味しそう、美味しいです。ありがとうございます。17日テンナコール聞いといて。え、マジ耳澄まして聞いとうから。耳澄まさんでも聞こえるかな。聞こえるように。今金髪にしたらこんな感じになる。いいな、もうそんな感じにしたいけど。どこのカルメン？カルメンって何？今日の目標、初めてモバメ返信送る。いや、送ってね。ぜひ。てな、友達にてなちゃんの写真見せたら、海めっちゃ似合うな、言うてた。ほんまに？海行きたいな。全種類食べ終わった。いや、大きいドーナツが残ってる。キリのは30分かな。確かに。じゃあ半になったら終わるわ、ショールームで。ルームス行きます。17日お前じゃ投げたから当たったら行くね。ぜひぜひ来てね。こんにちは。今日の目標アクティビティ初返信。え、返信してもう載せてるから、載せてるやつあるから。てんちゃんこんにちは。今日も超絶可愛いな、ありがとう。僕は金髪は苦手やな、でもテナなら似合いそう。似合うと思う、テナも。アミータンも食べるとき拍手してるけど、咀嚼音消しではなく美味しいと拍手しちゃうって。ほんまに可愛いんです、アミは。テナ見てたら腹減ってきたからスパゲッティ食べよう。うん、食べて。テナ見てたらお腹減る現象はちょっとよくわからんけど、リンゴ飴はルームスで食べるわ。ちょっと、あ、あや、泳げへんことちゃんと言うたで。あ、ほんま？そこ大事やからな。大きいドーナツとか最初に食べないといけないやつでは。確かに。ほんまにそうなんよな、多分。ちょっと寒いな。モバメ返信送ったら誰が送ったか分かるの？分かるよ。分かります。浮き輪持って撮ってた写真良きでした。服も可愛かった。ありがとう。あー出へんかった、くしゃみ。プニプニのダウンロード終わらんからもうちょい延長して OK。 え、いや、半まででルームス。ルームス行きます。アクティビティって誰がハートをしたか分からんけど延長ってことよね。うん、そう、私は呼んだっていうあれでハートをしてる。昼ご飯が夕ご飯になりそうやな、楽しいからいいけどね。確かに。いや、もう一緒に食べてください。モバメ取ったことない、ほんまに。取ってみては。どうやって返信していいかわからないよ。ウェーン、してるじゃん。
してくれてるじゃない。次は8月27日に応募するわ。27ね。リンゴ飴って俺食べたことないかも。リンゴは生の。うん、そうやで。そうです。で、配信終わったら何する予定ですか。何しよう。半までって2時半までやってくる。あ、1時半。やばいやばい、2時半はやばい。やりすぎているね。こんにちは。サーファーの顔の泳ぎ変、サーファー顔の泳ぎ変って言ったら爆笑してた。ほんまに受け取れてた。よかったですわ、それは。ガチャ S ランク出てんけど S で止めるべき。あーもう、うん、S で止めとくべきちゃう。一回今日は中止や、残念やったけど17日も当たってたから会いに行くわ。ぜひ待ってる。ルームスでは主役はマキさん。もう大きいドーナツって天ちゃんの代わりでかい。いや、そんなことはない。そろそろ返信するね。数日ぶり。うん、ほんまにね、待ってるよ。結構待ってる、結構待ってます。他の48で仲良い子いますか。他の48、他のグループってことですかね。ならちょっとまだいないんですけど、でもあの AKB48 さんの新井さえちゃんとあの共通点が結構多くってツイッターフォローさせてもらってるんですけど、ちょっといつかお会いしたいんです。私お話ししてみたい。こんにちは。カラコン何使ってますか。キャンマジのこれの名前バニラブラウンです。バニラブラウンです。アクティビティ読んでいただきありがとう。いや、逆にコメントしてくれてありがとうございます。ハンマーでやって3時から、ま、ショールーム待ってる。あ、もうショールーム終わりやな普通に。うん、9期独絶なメンバー結構多いよね。そうなんかな。どうなんでしょう。はい、ズー移動したらそのままついていきましょう。ズーです。ほんとさえちゃんほんといい子だから、いつか共演願ってる。ほんまにね、話してみたい。もうすぐ1時半やろ。そう、1時半になったらショールーム終わります。天のもんまい2日返信できてへんから今日返信する。待ってる。キャンマジ同じだ。メログレー使っと。ほんまに。ちょっと今度これ買ってみようかな。それ誕生日、そう、生年月日一緒なんですね。本当にびっくり。てんなさ、自分の誕生日一緒の人初めて出会ったからめっちゃ嬉しかったんよ。本当に。ちょっと待って、今何分。あ、20は。ちょっと一回ランキングを読まねば。ランキングを読みたいと思います。あの1時間半ありがとうございました。本当長いこともぐもぐ言って、そんなもぐもぐしてへんけど、来てくれてありがとうございます。皆さん13位、原初の黒さんありがとうございます。12位、陽介さんありがとうございます。あ、やばい、まつげが引っついた。ありがとうございます。11位、すきぞうさんありがとうございます。10位、チョチアさんありがとうございます。9位、シンチーさんありがとうございます。あ、じゃあシンチーありがとうございます。8位、ユウダイくんありがとうございます。7位、マコトくんありがとうございます。6位、大きな M さんありがとうございます。5位、奈良のちっちゃおちゃんありがとうございます。4位、ベベちゃんありがとうございます。3位、黒島へへ見習いポンさんありがとうございます。2位、ハットのおっさんありがとうございます。1位、のぶさんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ちょっと待って、アイテム、おでん屋さん拍手ありがとうございます。陽介さんハートありがとうございます。浦部さん貝殻ありがとうございます。
ちゃんちゃんの配信が一番おもろいです、ありがとうございます、フォローしました、ありがとう、お久しぶりでありがとう、ほんまにお久しぶりやね、でも覚えてます、ありがとう、来てくれて、ぜひルームスも長時間配信お疲れ様ありがとう、いやいやこちらこそですわ、ほんまにそれは本当に長時間ありがとうございます、見ていただいて、ルームスもぜひ来てください、この後すぐするので、なんかまつげがひっつくよ、やっぴー、はい、ありがとう、ありがとう、短いね、あと2分、ちょっとなんか食べたいけど中途半端になるからやめますわ、みさんありがとうございます、てんちゃんズーは開園してる、台風でもだから皆さん来てください、ファンストリームというアプリで見れますので、ぜひ来てください、はじめましてありがとうございます、もう終わっちゃうんですけど、皆さんまだツイッターフォローしてない人いたらツイッターフォローしてください、待ってます、皆さんじゃあルームスへ、レッツゴートゥヘブンです、バイバーイ待って、何秒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 がわからないじゃない、ちょっと待って、ちょっと待って待って、何秒、あと20秒ほど、 OK、 じゃあまたショールームはいつかやりますけど、あの今からはルームスやるのでぜひ来てください、待ってます、じゃあねー、バイバーイ、ありがとうございました、長いことバイバーイ。